うつろなる炎、この燭台のことでしょうか。確かに一つだけ炎が灯っていないわね。よし、調べてみよう。第二の呪いは教室に。南を向く生徒を探せ。今度は教室だね。無人にもかかわらず南を向く生徒か。確か教室は左翼の1階と2階に2つずつ、合わせて4つあったはずです。よし、コンパスを確認しながら調べてみるか。散らかってるのに、ここだけちゃんと置かれてる。向いている方角も真南、多分ここで合ってるだろう。それじゃあ調べてみるわね。第三の呪いは庭園に。
落ちたる首を探せ。正解みたいだけど、次はどこになるのかしら。庭園と落ちたる首か。随分と大行だが、これも何かの比喩なのだろうね。気はしますね。うん、多分間違いないと。今こそ呪いは成就せり。最後の試練を乗り越え、いざ。わ。謎かけはこれで終わりみたいね。呪いは成就せりって。いずれにせよ。その鍵を使えという答え、会う場所を探してみようじゃないか。竜の像みたいね。この像は確か昔からここにあったと思います。かつてリベールに生息していた古代竜をかたどったものらしいですけど。くせえな。とりあえず何か仕掛けがないか調べ。こいつだ。下にあったなんて。悪くない思考だ。なかなかどうして、ケレン味たっぷりじゃないか。そうですね、サービス精神満点です。観光名所にしたらお客さんが集まるかも。でもさっきから思ってたんだけど、あのカードといい、幽霊の仕業にしては変じゃない？確かに実体のない霊ができることとも思えませんね。いずれにしても一筋縄で行く相手じゃねえ。気を引き締めて降りるとするぞ。みんな行くわよ。
休み、子猫ちゃんたち。かなり手強かったわね。それにしてもここって地下の遺跡？そうですね、中世のものだと思います。こんな場所があったなんて。うん、魔獣の気配がプンプン漂っているね。さしずめ、この地下遺跡がカードにあった試練かな。さすがに非戦闘員を連れて行くのはきついな。おい、カメラマンの姉ちゃん。はい、何でしょう。聞いての通り、この先はかなり危険だ。あんたはしばらく手前の部屋で待機しててくれ。見つけたら呼びに戻ってあげるわよ。それなら構わないでしょ。仕方ないな。それじゃあみんな、くれぐれ
生も気をつけてね。さてと、先に進むとするか。魔獣もかなり手強い。慎重に進むぞ。了解、わかりました。任せたまえ。休み、子猫ちゃんたち。
ます。お見せしよう、美の真髄。Thank you.
やすみ、子猫ちゃんたち。美の真髄。
Hold it!
相手が悪かったな。
休み、ご愛顧ちゃんたち。酔いしれたかな。
相手が悪かったな。知れたかな。
心ですね。影もあるようだし、幽霊じゃなさそうだが、てめえ何者だ。ようこそ我が仮初めの宿へ。歓迎させてもらおうか。仮面エステルさんやポーリーちゃんの目撃情報と同じ、あなたがルーアン各地を騒がしていた影の正体ですか？その通りだ、クローディア姫。お目にかかれて光栄だよ。こいつ、なんでクローゼの正体？私に盗めぬ秘密などない。改めて自己紹介をしよう。執行者ナンバー10、怪盗紳士ブルブラ。ウロボロスに連なる者なり。そう殺気立つことはない。私はここでささやかな実験を行っていただけなのだ。諸君と争うつもりは毛頭ない。実験？それはリシャール大佐が使っていた漆黒の動力器ゴス。しかもどうやらあれより一回り大きいみたいだね。彼の報告通り、これの存在を知っているか。このゴスペルは実験用に開発された新型でね、今回の実験では非常に役に立ってくれたのだよ。実験？一体何の実験だ？百聞は一見にしかずだ。実際に見ていただこうか。幽霊？いや、その装置を使って空間に投影された映像のようだね。そんな技術が確立されているとは過分にして聞いたことがなかったが、これは我々の技術が作り出した空間投影装置だ。もっとも装置単体の能力では目の前にしか投影できないが、ゴスペルの力を加えるとこのようなことも可能になる。市民諸君にはさぞかし楽しんでもらえただろう。つまり単なる悪ふざけだったわけだ。悪ふざけとは人聞きが悪い。
選挙で浮かれる市民たちに送るちょっとした息抜きと娯楽、そんな風に思ってくれたな。からくりは分かったけど、一体どうしてこんなことをしでかしたのよ。見くらう蛇って一体何を企んでいるわけ？それは私が話すことだ。私が今回の計画を手伝う理由はただ一つ、クローディア姫、あなたと会う間見えたかったから。え？市長逮捕の時に見せたあなたの気高き美しさ、それを我がものにするために私は今回の計画に協力したのだ。あれから数ヶ月、この機会を待ち焦がれていたよ。その市長逮捕って、誰もは市長の事件よね。なんであんたがあの時のことを知ってるのよ。私はあの事件の時、陰ながら君たちを観察していた。例えば、まさかあの時いたダルモア家の怪盗とは、すなわち美の崇拝者、気高き者に惹かれずにはいられない。あなたはその気高さで私の心を盗んでしまったのだ。他ならない、怪盗である私の心を。おお、なんという甘やかなる屈辱。いかにしてあなたはその罪をあがなうおつもりなのか。そんなことを言われても困ります。この自分に酔った悪性、てめえにそっくりじゃねえか。失敬な、一緒にしないでくれたまえ。見くらうヘビ、なんか思ってたのと違うけど、クローゼが狙いと聞いたらなおさら放っておけないわね。エステルさん、教会規約に基づき不法侵入などの容疑で拘束する。ゴスペルのことも含めていろいろと喋ってもらうぜ。やれやれ、なんという無粋な連中であろう。相手をしてやってもいいが、せっかく選んだこの場所だ。彼に相手をしてもらおうか。なんなの？嫌な予感がするね。半ば壊れていたところを私が親切にも直してあげたのだ。せっかくだから君たちが相手をしてあげるといい。冗談じゃないわよ。来るぞ。
ですか。みんな行くわよ。
おやすみ、子猫ちゃんたち。手こずらせやがって。次はてめえの番だ。覚悟はできてるだろうな。やれやれ、優雅さに欠ける戦い方だな。仕方ない、私が手本を見せてあげよう。フラム、飾り火の炎が、エギーユ。お、これはカゲルイか。動けない。君たちはダルモア市長の豊穣に驚いていたようだが、この程度の術、我々ならばアーティファクトに頼るまでに。くそ、見くびりついたか。現れたな、小さきナイト君。君の騎士道精神には敬意を表するが、しばし動かないでいただこうか。クローディア姫、これであなたは私の虜だ。見くびらないでください。たとえこの身が囚われようと、心までは縛られない。私が私である限り、決して。そう、その目だよ。気高く清らかで、何者にも屈しない目。その輝きが何よりも欲しい。ふざけたこと抜かしてんじゃないわよ、このキテレツ仮面。クローデから離れなさいっても。やれやれ、この仮面の美しさがわからないと、君には美の何たるかが理解できていないようだな。これは失敬。いや、君があまりにも初歩的な勘違いをしているのでね、つい罪のない微笑みがこぼれ落ちてしまったので。ほう、面白い。私のどこが勘違いをしているというのかね。確かに僕も姫殿下の美しさを認めるにやぶさかではない。だがそれは君のちっぽけな美学で測れるものではないのさ。顔を洗って出直してきたまえ。おお、なんという暴言。たかが旅の演奏家ごときが、どんな理由で我が美学を貶める。返答次第ではただでは済まさんぞ。ならば問おう、美とは何ぞや。何かと思えばバカバカしい。美とは気高さ、遥か高みで輝くこと。それ以外どんな答えがあるというのだ。少子、真の美、それは愛。何？愛するがゆえに人は美を感じる。愛なき美など虚しい幻に過ぎない。気高き者も卑しき者も、愛があれば皆美しいのさ。小賢しいことを。
だが私に言わせれば、愛こそ虚ろにして幻想。人の感情などを経ずとも、美は美として成立しうるのだ。そう、高き峰の頂に咲く花が人の目に触れずとも美しいように。むむ、なんてアホな会話だ。困りましたね。まさかこんなところで美をめぐる好敵手に出会うとは。演奏家、名前を何と言う？オリビエ・レンハイム。愛を求めて奉公する漂白の詩人にして狩人さ。その名前覚えておこう。から我慢できずに来ちゃった。ドロシー、いけません、早く逃げてください。ほえ、はあ、仮面をかぶった白い人、あなたが幽霊さんですね。いや、はい、チーズ。うわく、うん、あ、しびれが。そうか、フラッシュで影が消えたか。とんでもないお嬢さんだ。任せてくださいよ。何がすごいのか自分でも分かりませんけど。あ、ゴスペル。こんなに愉快な時間を過ごしたのは久しぶりだ。礼を言わせてもらうぞ、諸君。てめえ、まだ何かやるつもりか。今宵はこれで終わりにしよう。しかし諸君に関しては認識を改める必要がありそうだ。さすが漆黒の牙と共に行動していただけのことはある。漆黒の牙、まさかヨシアさんのことですか？彼とは窮地の中でね。最初に君たちを観察し始めたのは彼の姿を見かけたからなのだ。全ての記憶を取り戻したようだが、今はどこでどうしていることに。あ、なんだ、さらばだ諸君。計画は始まったばかり。せいぜい気を抜かぬがよかろう。それとは別に、私は私なりの方法で楽しみにしていたまえ。信じられません。うわー、なんだか手品みたいですね。なかなかやるじゃないか。これは僕の方も好敵手と認めざるを得ないね。そういう問題じゃないってば。キテレツな格好はともかく、あいつ波の強さじゃないわ。そうだな、見食らうヘビ、予想以上に手強そうだぜ。そうか、ご苦労だったね。見食らう蛇、カシウスさんに話を聞いたときは正直半信半疑だったが、とりあえず今回の調査の報酬を渡すよ。まさかこんな形になるとは思わなかったけどね。
調査結果はすぐに王国軍に報告しておこう。あちらさんも相当情報を欲しがっていたからね。ああ、頼んだぜ。あの投影装置を考えると半端な組織じゃねえはさ。しかもゴスペルをまた持ち出してくるとはな。どうやら結社の目的は新しいゴスペルを使った実験をすることにあったようだね。幽霊騒ぎは趣味のいった実験結果でしかなかったようだ。怪盗ブルブラン、あいつ自分のことを執行者って呼んでたよね。おそらく結社のエージェント的な存在だろうね。察するに例のロランス少尉も同じような立場だったんだろう。エステルさん、うん、分かって漆黒の牙。あの日ヨシアは自分のことをそんな風に呼んでいたから、多分ヨシアもそのなるほどな。あの怪盗野郎と同格ならあいつの専門技術も納得だ。ひょっとしたら実力を隠して猫をかぶってたのかもしれない。うん、そうかも。ねえジャンさん。なんだい。あの怪盗男、結社の計画が始まったばかりだって言ってた。多分リベールの各地でいろいろしでかすつもりだと思うの。他の地方支部から何か情報は入ってきてないかな。目立った情報は入ってないね。ただエステル君の言う通り、結社が各地で暗躍を始めている可能性は極めて高いと思う。幽霊騒ぎも一段落ついたし、他の地方に移った方がいいかもね。ああ、俺もそう思っていたと。どこか手薄な支部はあるかよ。強いて言うならサイス支部だと思う。常駐のグンドルフさんがオート方面に出かけたらしくてね。かなり大変な状況らしい。私が手伝いに行った方が良さそう。でもルーアン支部は大丈夫？実はボース支部のスティングさんが数日後にこっちに来てくれるんだ。それまではメルツ君一人に何とかしのいでもらうとするさ。あ、そうだ、サイスに着いたらラッセル博士を訪ねた方がいいね。新たなゴスペルの一件は博士の知恵を借りた方が良さそうだ。そうかも。ティータとも会いたいし、すぐに工房を訪ねてみるわ。それでは準備ができたら早速飛行場に行くとしよう。ジャン君、乗船券を4枚手配してくれたまえ。いきなり仕切って何ズーズーしいこと言ってんのよ。で、4枚？エステル君とアガット君、そしてこの僕と姫殿下の分に決まっているだろう。あ、ですって？そんな気はしてたが、この先もついてくるつもりかよ。ヨシア君を探すのは愛の狩人たる僕の使命でもある。新たな好敵士とも巡り会えたし、同行する理由は十分だと思うけどね。あんたのたわけた理由はともかく、クローゼまで一緒に巻き込むんじゃないわよ。いえ、実は私も同じことをお願いしようと思っていました。え？リベールで暗躍を始めた得体の知れぬ結社の存在、王位継承権を持つ者として放っておくわけにはいきません。それに何よりもエステルさんとヨシアさんの力になりたいんです。クローゼ、でも学園の授業はどうするの？実は今朝コリンズ学園長に休学届を出してしまいました。試験の成績も問題ありませんし、進級に必要な単位も取っています。ジルとハンス君にも相談したら行ってくるといいって。いつの間に。やれやれ、思い切りのいい姫さんだぜ。
ません。押しかけるような真似をして、ダメでしょうか。ダメなわけないじゃない。そういうことなら遠慮なく協力してもらうわ。アガットもいいよね。ま、いいだろう。アーツにしてもハヤブサにしても姫さんがいるといろいろ助かるしね。よかった、ありがとうございます。エステルさん、アガットさん。なんといっても赤騎士と青騎士の仲だもんね。一緒に協力して行方不明のお姫様を探すことにしましょう。はい、そうですね。それじゃあ僕は黒髪の姫に強引に迫ろうとする隣国の王子という設定で。勝手に役を増やすな。話がまとまって何よりだね。しかしそういうことならお二人を協力員という立場で扱わせてもらった方が良さそうだ。そうすればギルドとしても経費面などで便宜が図れるからね。はい、それでお願いします。誠心誠意愛を込めて協力させてもらうよ。Thank you.